皆さんこんにちは。これからの時間は2024スーパー GT 鈴鹿 GT100km レース GT300 クラス予選の模様をお届けしてまいります。さあ、まずは簡単にですねスタートリストをご紹介してまいりましょうか。まずはカーナンバー62番です。ヘルムモータースポーツ GTR、 ドライバーはクロスです。カーナンバー18番アップガレージ NSX GT3、 ドライバーはオッサン。カーナンバー22番 RQs AMG GT3 はから揚げ。カーナンバー61番スバル BRZ、トレオシがドライブします。カーナンバー48番夏もネコネコ GTR は、こちら後方がドライバーとして出走いたします。そしてカーナンバー65番レオンピラミッド AMG GT3 はローミュー。そして一番最後にアタックしていくのはカーナンバー2番です。レーシング GR86GT、 ドライバーはルーキープレイヤー全7台がこの GT300 クラスの予選に出走いたします。さあ久しぶりの鈴鹿での混走レース、さあ誰が GT300 クラスではポールを取っていくんでしょうか。さあまずセクター1を駆け抜けていくのはカーナンバー62番ヘルムモータースポーツ GTR のクロスです。さあダンロップコーナーから間もなくデグナーカーブに入っていくというところ。さあここは縁石がかなり高いということですので姿勢を乱しやすいコーナーの一つですが、さあそしてこちらが西ブレキアビー、綺麗に立ち上がっていきます。そして 250R、そしてスプーンカーブ、スプーン1つ目2つ目と抜けていきます。そして西ストレート、さあそして名物130Rを超えてオーバーテイクポイントの試験に入っていきます。決勝レースではここでオーバーテイクが見られることでしょう。さあ最終コーナーを越えて今62号車がコントラインを越えるというところ。まずタイマー1分59秒424、そしてそれを塗り替えてきたのはカーナンバー22番 RQs AMG の唐揚げです。1分58秒台の796に入れてきました。そして2番手は脱毛 GTR、 こちら今後は2番で1分59秒190、そしてトレヨシが1分59秒191、こちら3番手なんですけれども2番手とは1000分の1秒しかありません。そしてそれを塗り替えてきたのはカーナンバー2番です。ブータレーシングの GR86、 こちらルーキープレイヤーがドライブしておりますが、こちら1分58秒592でトップ、2番手とは約コンマ2秒の差をつけてトップということになっております。さあ各車ラストアタックに入っている模様。さあクロスはどうでしょう。現在5番手のタイムを出していますが、セクター2経過時点ではわずかにプラス表示ということになっています。前の周からは若干プラス表示。さあただまだセクター3セクター4このコース長いですから、日本の中で一番長いコースなんじゃないでしょうか、常設コースの中では。さあ残り半分をどうまとめてくるかでタイムに直結してきます。この62号車、あースプーンカーブで若干挙動を乱すでしょうか。コースアウトが見られましたが、なんとか立て直していく。ただタイムに影響はあるんでしょうか。ありますね。1秒に先ほどよりも1秒遅れてということになった。 130R もコースアウトだ。
さあ、これはタイム更新の期待が持てないかもしれません。さすがに1秒もプラス表示ですと更新は少し厳しいということになるでしょう。2分1秒343自己ベスト更新になりませんでした。さあ、ウォッサンタイム更新しましたが6番手の まあまあですね。さあ、そして唐揚げもタイム更新できませんでした。続々とフォントライン帰ってきますがタイム更新できるかもありません。さあ、そしてレオンが帰ってきます。最終コーナーから見えてきました。さあ、タイムどうでしょうか。65号車はタイム2分フラット933は7番手のままだ。そしてトップルーキープレイヤーはタイム更新しましたね。これ1分58秒3というタイムで予選を終えたということになります。GT300 クラスポールポジションは1分58秒367でムータレーシングの GR86 ルーキープレイヤーがポールポジション獲得。フロントローからは22号車 RQS AMG の唐揚げ、そして金剛トレオシクロスウォッサンローミと続いていきます。さあ、ということで GT500 クラスの予選が今スタートしました。 GT500 クラスは、全7台こちらはフルエントリーでのこの予選スタートということになります。さあ、簡単にですねスタートリストの方をご紹介してまいりたいというふうに思います。まずはカーナンバー38番です。キーパーセルフォン GR スープラは元 GT、 カーナンバー14番エネオス X プライム GR スープラ、ドライバーはカゲロウです。カーナンバー64番モデューロシビックタイプ RTT、 ドライバーはアンデレン。その後ろシビック2台目です。カーナンバー8番 ARTA 無限シビックタイプ RTT、 ドライバーは毛高き覇者。カーナンバー12番マレリインパルネットはカルト。カーナンバー36番こちら急遽参戦ということになりました AU トムス GR スープラは KR マス。そして一番最後7番目にアタックしますのはカーナンバー3番ミテラモチュールデッドは西。全7台の GT500 クラス予選そして決勝ということになります。さあ、まずはカーナンバー14番エネオス X プライム GR スープラハゲローからアタックしてまいります。こちらのドライバーは GWEC というシリーズがあるんですけれども、長時間レースがあるんですけれども、その続いた10時間レースというもので、シルバークラスで優勝と戦績を残しました。このドライバー、GWEC ライツから上がってきたドライバーが初戦で優勝という快挙を挙げました。この14番です。ハゲロこの後ろにアタックします。カーナンバー64番モデューロに乗っているこのダンデライオンも、10時間帯系列ウィナーです。こちらプロクラスのウィナーですね。そしてシリーズチャンピオンを獲得したドライバーです。そして久しぶりの登場カーナンバー38番のこの元 GT、 そしてこちら桁掛け覇者アルマス、そして GWEC の実況担当にしというですね。さあ、今カーナンバー14番エネオス X プライム GR スープラカゲロウが
最終コーナーから帰ってきました。さあタイムはどうでしょうか。1分48秒323、これがまずターゲット。さあこれをシビック追加行動できないか。1分48秒576、2番手、そして3番手元 GT、 1分48秒649。池田垣覇者は1分48秒296トップ。さあシビックタイプ R、 ここで好調を見せているか。そして5番手マレリインパルテと1分49秒310。そして5番手に食い込んできた au と虫 GR スープラッキーアルマスです。そして西は1分50秒台ということは、これは次のアタックに期待しましょうか。さあまずトップタイムを残していったのはカーナンバー8番 ART 無限シビックタイプ RGT です。さあシビックがなんと予選でポールを取るということになるんでしょうか。さあこのデグナーカーブも果敢に攻めていきますこの8号車。さあ全体ベストコンマ181、そしてヘアピンに向かっていく。こちらオンボードをご覧いただいております。この車中間加速とてもいいんですよね。なのでこういう鈴鹿のようなコースはもしかするといいのかもしれません。さあそして 250R からスプーンカーブへと入っていきます。さあただカゲロウのタイム気になりますよね。2番手現在2番手のトップとの差は約100分の3秒差。さあこの試験員をきれいにまとめればカーナンバー14番 X プライム GR スープラがいいタイムを残してくるはず。ただどうでしょう。あピットに入ってきましたね。さあピットに入っていった、これはタイム更新になりませんでした。さあ64号車タイム更新しましたが3番手元 GT はタイム更新ならず1分49秒302、ダンデライオン1分48秒387で3番手、トップとの差は100分の91秒。さあそしてケダーキャッシャーはどうでしょうか。タイム更新なりませんでした。そしてカルトはこちらのタイム更新ならずか。最終コーナーから見えてきたのは au トムス GR スープラだ。さあこちらのタイムも更新なりませんね。なかなか2アタック目ではタイム更新になるドライバーがいません。さあニテラ Z はどうか。6番手1分49秒139、6番手に入ってきました。ということでトップ7出揃いました。さあトップはなんと8号車 ARTA 1分48秒296、2番手かげろう1分48秒323、3番手ダンデライオン64号車モデューロは1分48秒387でトップ3コンマ1秒ありません。4番手モト GT、 5番手 KR マス、6番手西、7番手カルトというトップ7になっています。日産勢が少し下位に沈んでしまったので決勝での挽回を狙っていきたいところ。そしてシビック13というところになりましたので皆さん決勝ご期待してもらいたいというふうに思います。さあということでここまで予選の、動画をお送りしてきました。次の動画ではですね、決勝のこの 100km レースの動画を上げていきたいなと思いますのでぜひそちらを皆さんご覧ください。それでは、次の動画でお会いしましょう。